ラシキーズのラジオこの番組はピロネット小原ピロネット小原の提供でお送りいたしますピロネットピロネット夢のピロネット小原みなさんこんにちは <laughs> こんにちは このラジオは私たちロシア生まれ関西育ちピロシキズのお二人がリスナーからのさまざまなお便りに風呂敷を広げていくようにさまざまな方面に話を広げながら答えていく YouTube ラジオになります。お届けするのはモデルやタレントをさせていただいている私アレクと。ゴラムニストタレントとして活動しておりますブラスの二人でお届けいたします。 この動画は画面を見なくても楽しめるラジオ形式でお届けするので家事やお仕事、お勉強をしながら聞いていただけたら幸いです。まあ、なかなか勉強しながら聴けるような内容ではないとは思うんやけどもね。そうだよね。久しぶりですね。久しぶり <laughs> もう噛みしめてる今この瞬間の幸せを。やりたかったね、俺、このねいろんな動画アップしてるけどお風呂敷ラジオが一番好きで。 まあこの事務所が変わったタイミングでこの機材がなくてねそ<う>できなかったんだよね場所的にも、ね、どこでやればいいか分からずねうだからようやくこれはアレちゃんのお家でやることになってこうやってマイクを接続してできるようになったわけやけども、うん、この間にアレちゃんの日本語力がちょっと低下したんちゃいますかそうやなやっぱラジオやっていったころにはもうほらあかんやん全然 <laughs> えだってさっきもな ロシア生まれ関西育ちピロシキーズのお二人がってもう自分で自分に「お」つけてたからね「お二人が」って <laughs> ほんまや「<laughs> お」って書いてへんのに書いてないのにそう言ってまうねんまあでもこのこのスペース俺結構好きアレちゃんちのこのスペースでもアレちゃんちには文句ある、うん、文句あんの文句ある出た出た文句あるあのトイレのとこの換気扇よ換気扇がどうしたの換気扇もな、うん、なんかこう 臭いでそんな換気扇働いてへんかったらいやいや一応なんていうのまず電気と換気扇のボタンがどっちかどっちか分からへん問題が一つな <laughs>、ま、とりあえずそれはなんかどっちかどっちも押して電気がつく方をやるやんか、うん、ほんでその後で換気扇をつけよう消そうとかって思うんだけど、うん、あれちゃんちの換気扇ってこう普通やったらさポンと押したら光がつくとか赤色やったら消えてる <laughs> 緑色やったらついてるとかやねんけど文字が出てくんねんなこう。 音も変わらへんねん,なんかブーって音が消えたりすることもなく、うん、なんかこうキリイリだから俺からしたら「キリ」って書いてる時は「切れてるからキリ」なのかもしくは今入ってるからこのボタンが「キリ」としての機能を果たしますよっていう意味の「キリ」なのかだからついてるか消えてるかわからへんねん。 だから俺はとりあえず霧って書いてる状態でするねんけど、うん、まあ臭かったらごめん <laughs> ちょっと気つけれてないかもって <laughs> なんかなアレちゃんちに来たらうんこしたくなんねんすごいそれでも便秘にならずに済むってことでそうだから便秘になったら今度からアレちゃんちに来てうんこしてなんでうちの家がお前のトイレみたいになってんだよ <laughs> 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 なんだよそれ <laughs> い,やいやでも自分もイライラしてんだよね玄関のボタンをあれあ見てる 警察が救急車かこれは救救急急車車ですねえ救急車と警察って違うんちょっとあれちゃんち治安悪いんちゃんちょ,ちょっとやめろやちょっとすごい救急車やめろやそんなえ救急車ぐらい通るわよ <laughs> どんどん家の近くにも,もう一っかそのままそのまま行ってまおっか全然ダメですねこれはこれはダメですね <laughs> まあちょっとこのままね じゃあ早速やっていきましょうかはいもうアレちゃんちの下消防車だらけ <laughs> やっと静かになったからごめんなさい <laughs> ここから続けて撮ってっいいきますはい、本日のテーマはこちらイイライラ投票箱リスナーの皆さんが普段感じるイライラすることについて私たちがお話しさせていただくコーナーですでは 早速お便りを読んでいきましょうはいお願いしますラジオネームみっぽりんさんからのお便りですみっぽり最近テレビ番組のコメンテーターというポジションに違和感を感じています特に新型コロナの報道が増えてから見ることが多くなり専門家でもない人が入れ替わり立ち替わり新型コロナについて話していて こちらとしては、得られる情報も少ないことが多いです。そもそもコメンテーターは必要なのでしょうか海外の番組ではコメンテーターのいるトーク番組を見たことがないのですが、ロシアの番組はいかがでしょうかごめんなさい。ないやコメンテーター…やってる。<laughs> ここにコメンテータータという人がらま,す、ね、<laughs> うまあ今番組終わったけど「徳田ね」ってやつとでそれが終わったあとで今目覚まし8あの谷原さんがやってる番組のコメンテーターさせてもらってる、まあ、あと5時に夢中。 コメンテーターじゃないけど、まあ、コメントしてるから全部コメンテーターじゃねえかよやってるガチガチやってんじゃねえかよコロナについても言ってる <laughs> 言ってんじゃねえかよお前これお前のこと書かれてんじゃねえかそうだよねごめんなさい <laughs> 本当にいやでもうちはコメンテーターはいるかなと思うけどねえロシアの番組っておるコメンテーター、うん、そうだね専門家とかの方が多いのかもしれないねああ え報道の番組でも出てくる報道の番組報道ニュースとかそういうの扱う番組でもそうだねあんまり見たことないかもああなるほどねまあ、うん、確かにニュースはニュースで、うん、バラエティというか、まあ、トーク系の番組はトークみたいな感じで分かれてて、まあ、ニュースはほんまにニュースキャスターがひたすら呼んでるみたいな感じやけど日本みたいなさこういう「ドゥルルルン」みたいな。うんうん これがここここううううでででれれについいてどう思いますすかそねこれはいけないことだと思いますみたいなのは確かに日本独特ではあるなうん、うん、でもさ視聴率が取れるんじゃないだってさもう長年あるやんかでまああの確かに見てる側からしたらさ、うん、こうコメンテーターが言ったことにうわーとかって言って言いたくなるんやけども。うんうんうん ななんんんかか多分見ちゃってるだと思うのよね自分はやっぱニュースってこういうことがありましたとかこういうことが起こったんですって言ってもさなんか思っててもそれが正しいかどうかってあんまり分かんないじゃん自分の思いを。でもそうやって番組でいろんな人たちが集まることによってなんか書いてくれてる人だったりとかかアニメを作ってる人とかいろんな意見が聞けるわけじゃん。そ中で この人なんか私と同じような考え方なんだなとかうん、うん、新しいその意見聞けて、うん、こうやって考えてたのに、うん、あでもこの人の言ってることも筋通ってんななんて思えたりして私はなんかまあ結構あっていいなと思うけどね。というかさなんかやっぱり俺思うんやけどこれって日本ならではな部分だなと思うのがうん、うん、例えばニュースの Yahoo! ニュースとか。うんうんうん ニュース記事読むやんか、うん、でなんだかんだちょっとしたシュッって言ってコメント読むよな。コメントがついてるコメント。で最初ニュース見てた時にこのニュースについて何てみんな思ってるんかは知らんけど、うん、俺は例えば誰かの不倫のニュースだ何だとかで聞いた時に。うん ああどっちでもいいんちゃうみたいな、まあ、お盛んだことって思ってても、うん、下のコメント欄に読むとでもこんなことでこんな思いを奥さんとかはしてる可能性があるのにこういうことをしてこうでうん、うん、ほんまにひどいわみたいなこと書いてるとだんだん、うん、あひどいわって思うようになってくるんよな <laughs> なるほど影響されるんやそうでやっぱあると思ったら、うん、つい俺は下に行ってコメントを見てまうんよどうしても、うん、でグッドがいっぱい押してあるやつもやっぱ見てまうんよ だからその感覚がちょっと、うん、多分日本の人って他の人はどう思ってるんやろうとかうん、うん、ちょっとあれやで、ね、こう理論的にはそんな適当なこと言ってって言ってるけどうん、うん、なんだかんだ聞き入っちゃうところはあったりするんかなって思うから、うん、だからそのコメンテーターっていう謎の立ち位置が いつまでもえんとだってみんなが嫌でうん、うん、もうこんなんもうコメンテーターが言ってるしょうもないことなんか聞いてもしょうもないわってなってみんなが見なくなればそういうのなくなっ淘汰されていくはずやもんなって思うね,んな,まあそうねなんかニュースだけ見たい人ってなんか普通にニュース見ればいいだけじゃんそういうコメントをする番組ってもうそれでなんて成り立ってるからうん、うん、でそれをつけて見てるってことは見たくて見てるから。 別にこれちょっとおかしいしんこんなん聞きたくないんだけどって言ったらチャンネル変えればいい話かなだから NHK とか見てたらあんまりないから、うん、NHK とかを見たら割とそういうのが未練で済むんかなとか思ったりまあでもそのコメントをなするにあたってやっぱりこう何もないこうみんなが不満がなさそうなことを言うと、うんうん、何もないねんただ。 うん、こうほんまに多分みんなが正しいなと思う正論みたいなことを言うと批判はやっぱなくてうん、うん、でも称賛もなければもうコメントに対する反応もなければ何にもない、うん、でもちょっと普通ではない意見を言った時はやっぱ批判とかバーってたくさん来るけどうん、うん、そんな中でもあこれ言ってくれて嬉しいっていうコメントをネットとかでもらうこともすごくあるからうん、うん、だからそういう。 当たり障りのないことだけではなくて正論ではなくて、うん、あこういう変な見方もあるんやっていう見方を言うのも一つ役割ではあったりするんかなってうん、うん、そうすることによって小さなこうみんなの集まらない声がちょっとでもこう聞こえたりするんかななんてことを思ったりするわけよ。でそれをすごくね感じたのが、まあ、まだ「特ダネ」やった時ね目覚まし8の前の番組ですね。特、うん、の,の時やったんけど あの渡部さんが不倫したじゃないトイレでその時に、まあ、あの不倫についてみんないろいろコメントをするみたいなのがあったけど、うん、なんかこう金子さんが来たのね金子めぐみさん、うん、金子めぐみさんも昔不倫もされてでそれで不倫もされた後でこでそれを許した。 それで許したことでまた家庭が元に戻って「今は幸せになってます」「許す力」とかいう本も出したりしてそれはそれで素晴らしいことで実はその後またね不倫されてしまってちょっとああっていうくだりはあるんやけどそれは置いといてその時は金子さんが出てきて私はこうやって許すことができたから今こうあるけど大変ですよねみたいなその気持ちは分かりますみたいなコメントをされててそれはそれで俺は。 いいなと思うんやけどもそれに対して「あそれはやっぱり許すのは広い心を持ったなんか気持ちがあるからだと思いますね」みたいな周りが言ってやっぱその大変なこともあるけども広い心を持って乗り越えることもまあ大事ですねみたいなまあ許したことを金子さんが許したことをすごく称賛する感じで一回終わりそうになったんだけどもなんか自分はその時に。 ちょっと待って」って言って割り込んで言ったのが、うん、その離婚をする不倫をされて離婚をする選択をしたからといって自分も例えば子供だった時に親が離婚したけどもうん、うん、親が離婚したからといって自分は不幸にはなってない。 それによって日本にに、ねうん、来ることもできたしそれによってまた新たにつかんだ幸せもあって自分は親が離婚したから不幸になった子供ではないわけよ離婚をしたら絶対不幸になるとは別に限らへんわけよ、うん、で離婚をする選択っていうのも今よりも自分が幸せになるため家庭が今よりも幸せになるためにする選択の一つではあるから、うん、その例え佐々木希さんがこれから、うん 離婚をする選択をしたとしても、うん、それはそれで素晴らしいちゃんとした選択なんじゃないのって、うん、離婚を許すことが必ずしも心が広いとは僕は思いませんって言ってで、うん、ちょっとなんかこう場がぐだっとしたのがあるのよ、うんるね、せっかくまとまりかけてたのにまた蒸し返してみたいな。 っっていうのがあったんやけどもその時は俺すっごい後からコメントで「うんうん、いや私離婚経験があるんだけどそういうことを言ってもらってすごい嬉しかったとか」とん、うん、かそういうことをすごい言ってもらってなんかここで「あ初めて俺コメンテーター」っていうのをやってよかったなっていろいろ批判されたりうん、うん、確かに知らんやん,なんか謎のロシア人が出てきてさうん、うん、なんかしょうもないなんか結婚経験もないやつが結婚だ離婚だとかを語ったりとかして「うん、なんじゃこいつ」って多分なると思うんやけども。<laughs> うん でも、自分の考え一つ言って言えてよかったなと思ったからそこでコメンテーター頑張ろうってちょっっと思ったでも結局はなんか答えが一個じゃないわけやん問題が出てきた時に白黒なわけじゃないのその間もあったりするし、うんうん、でどの選択が正しいかっていうのもない時もあるわけだから。うん そうだから絶対にいろんな意見を聞いて、うん、自分の今の問題に自分に今起きてることに対してのなんか合ってる意見を聞いて、うん、それでな,なんていうのその感じで動きたいよね、うんまあ、だからそれを聞きたくない専門家の話しか聞きたくないっていうのはわかるんやけども、うんうん、でも専門家も人間ですからね結構しょうもないこと言ってるね 俺が思ってる限りか、ねうん、俺誰かは言わへんけどずっと今もテレビに出てる。 もうコロナのの専門家の方コロナといえばこの人みたいな感じで毎回どこの、ね、曲とかにもバーって出てくる人おるんやけどうん、うん、1>, 1回だけ一緒になったことあるんやけどもうん、うん、その時まだコロナが始まりたってやったねその時はえ「ぶっちゃけどうですか?」って言ってあの裏で聞いたらうん、うん、いやもうこんなの、まあもちろん大変だっていうふうに言いますけど、まあ、正直ただの風邪みたいなもんなんで、まあ、大したことないっすよすぐ多分みんな忘れると思いますよみたいな。うんうん ことをなってないねんそう,そういう風に。であと昔のさ3.11あった頃にさ<ー>専門家が出てきて今の原発はどういう状況だみたいな言ってる動画とか、うん、俺たまに見直すけど全然当たってないわけよ、うん、何が起きてるかとかどうなってるかとか何にも当たってない今改めて見ると。だから専門家とて 正しいことを言ってるとは限らないから専門家が言ってることをただただ全部信じるっていうのも違うのかなと思う結局はコメンテーターが出てようが出てまいが、うん、ただただニュースが読み上げられてようがロシアだってニュースをただただ読み上げてるけども、うん、国がなんかこう何かこう圧力があって言ってるニュースやったりもするわけやから、うん、結局コメンテーターだなんだとかに惑わされてるようじゃだめなのよ。考えないと自分で 最後にね、あの答え出すのは自分自身だから、うん、そういうのを見て、うん、最終的にはね、結局専門家のことを聞いてもさ、自分が違うだって思ってしまうとそれで終わりだしね。うん、正しいも正しくないもないからね。まだ一つ言えるのはガッキーと星野源、おめでとうございます。おめでとうございます。 これについてもね、今日ちょうど今日やったのよ、うん、このニュースがばーってすごい報じられてるのが、ちょっとラグがあるからな、多分アップするときには。結構いろんなところで上がってる気がする、ね、そ,それについて今日も自分、朝のね、まあ、いろんな、ね、ニュースを見て、自分やったらなんてコメントするかなとかって考えながら見るんやけども、うん、もう今日見てたコメンテーターはみんな、うん、えすごいお似合いですねとか、うん、なんかすごいしっくりときましたとか言って,て、うん、しっくりときてお似合いだみたいな、うん、だから素敵だなと思いますとかって言うけど、うんうん、しっくりって何 しっくりって何っとしっくりこない。こっちがそれを聞いて <laughs> しっくりでなんかあのね。もう一つ聞いたのが世間もなんか、やっぱりドラマで見てたから納得感がすごくあると思います。うん、とか言ってる人も多分納得感。 なななんか納得させいいいといけないの結婚に誰かを納得させないといけないんですかってすごい思っちゃう <laughs> まあドラマに出てるのを見てねドラマのイメージのそのまま現実になってよかったみたいな声があるだ,、ねうん、だ,かだから世間も納得だみたいな別に結婚は誰かを納得させるためにすることじゃなくて一人と一人が好きになって周りがそれに対して納得しようがしっくりしようがしっくりしなかろうが。 二人が幸せになればそれでいいですっていうだけのことなんですよはっきり言ってでもそれってなんか楽しいねちょっと思ったりするんだよね、うん、映画でこう出会ったのをさ結婚して子供産んでで後でこうこの映画二人で出てたんだよみたいなちょっと楽しいんじゃないかな、まあね、みたいな、うん、妄想ねそういう妄想を繰り広げるのね<う>でもかたや山里さんと青井優さんの結婚の時はなんか格差婚だとか、うん、美女と野獣婚だみたいな、えー ひどいよね、それもまた。ひどい。もしもさ、俺らがさ、ないけど、うん、結婚したら。なんて言われるんやろ。ろ書かれてるよ。ネットで。<何>ほんまは結婚してるんちゃう,かってう。してない、してない。<laughs> 一切してない。でも結婚もししてさ、うん、発表したらピロシキーズの間ではなんて言われるんやろ。えー、やっぱり、あいつらきも、それで稼いでたのか, <laughs> とか,って書かれと。いや、違えると思う、まあ。そういう批判逆に。逆にゲイを装ってみたいなあ。もうありえないわって。 ロシアコンとか言われるのかな。ロシアコン。ロシアコやっぱりロシアかお前らは。<laughs> やっぱりロシア人まあロシア人同士で付き合うのかみたいなとか。ロシアコン。いろいろ書かれそうだね。次行こうか。考えるだけ無駄でもまあコメンテーターに関してはまあ本当に何とも言えませんなんかそういう。 の見なないいいようにみんんんですすればどんどん減っていくと思いますもし私が何かねな余計なこと言ってたら本当に申し訳ないです誰かを傷つけてたらこれからも頑張ります <laughs> 頑張ってねブラちゃん、うん、あのためになるようなコメントいっぱいしてねごめんプレ,ッシャープレッシャーかけた脇汗出てきた今すぐわき汗かくねんそうじゃあボトクセ先頭わに。<laughs> 続いて続いて違うテーマに行きましょうかはい、はい、え今の何あごめんなさいなんで下打ちしたん下打,下打ちするようなよく食べる時のさとかあんがっていうあの下打ちじゃないんですアレちゃんなんかね前もねコメントを読んでる時にねこの記事を読んでる時とかも、うん、なんか途中で それではっていうふうに、ね、始めるから<の>なんであれちゃんは舌打ちするんですかってすごいコメント来てるよあのねあのよだれがたまんねんめっちゃえそういうことそれがさたまって吸ってんの次行こうとしてる時にこうブレーって行きそうなのジュルジュルってなるほどねキモいかなと思って頑張ってこうちょっすった時のこうあってなるねんほんま申し訳ない <laughs> ちょっと気持ち悪かった。だよね。<laughs> まあ、でも、わからん、もういいや、もう、だから、今後、こういう音が聞こえても、これは舌打ちではなくて、アディちゃんが垂れそうなよだれを吸ってる音だと。ね。あの,あの、妄想とともに聞いてください。誠に申し訳ございません。下ネタは言いませんでした。あそう、話ちょっと、こらえました。はい、次もまたね、イライラ投票箱らしいですね。あ、やっぱ多かったんや、ね、今日は、うん、イライラがすごい多かった。うん、イライラスペシャル。イライラスペシャル。 ラジオネームトウさんからのお便りです、はい、海外の空港のスタッフはどうしてあんなに不機嫌そうなんでしょうか、うん、税関も顔が怖くて今にも別室に連れて行かれそうな恐怖を抱きます<う>トイレの場所を聞いても全然目を見ずに指で「あっち」みたいな案内したり搭乗口まで歩いていると道の邪魔になっていたのか分かりませんが、うん、後ろからバカでかいカートに乗ったスタッフに。 何か大声で怒鳴られたり、過度のサービスはいりませんが、旅の最初の最後の、担う、あすいません、担う大切な場所なのに、<laughs> <laughs> なんとかならないものでしょうか。<laughs> <laughs> なんと ならないものでしょうか。<laughs> むちゃくちゃやな、これ。あのさ、逆に全部ね、これあれちゃん用にひらがなで書いてあるんやけども。うん、そのひらがなでになるを、今回は読めませんでした。あの,いうのひらがなが邪魔になってしまいました。<laughs> 申し訳ございません。バカでかいカートっていうのに、ちょっと笑ってしまったわう。では。どう、空港海外よく行く、あれちゃん。海外よく行ってんのかな。まあ、てか、ここが海外やもんな、言ったら。 いやでもどうなんやろう逆にロシア帰る時にか帰るじゃなくて海外に行く,みたいな行くって感じやもんなうん、うん、まあ複雑やなこれはでも確かにロシアはもう,もうこうやな何かんですか何ですか,ですかみたいな感じでじゃあ次っていうのもあ確かにもうジェスチャーだよね、うん、手でカモンみたいな感じでやるよね、うん、でそれで渡して 結構ね顔とかすごい嫌な目で見てくるの。るのでなんか俺の顔が見て、そうでなんか、ま、ちょっと待って。うん、何なんやろうあのまあ。でその後すごいガン飛ばされた後で、うん、バッ。<laughs> そう。<laughs> 内容考えてたんか知らない<ー>こいつを通していいってもこれで思ったのか分からへんけどいやでも見るのあの時緊張するすごいそうあの時なんか目を思わずそらしてこうなんか,なんかえなんかついてんのかなみたいな感じで思ったりし、ね、逮捕でもされるんかなと思って何しに来たんとか一回言われたことあったし、ね、でもな俺思うけど日本の入管もそんな優しくないでほんま日本の入管も俺最近そんな優しくないそ最近に勤んだん コロナ前やけどもう 2, 年前なんちゃうまあそうやけどそんな優しくないよ最ねん23年なんか最近んやねんけど232年ぐらい前かな1年以上前かフィリピンとかあ<ー>、うん、で日本の人もなんか俺にちょっとでもかの紙の書き漏れがあると「うん、はいこれ書いてくださいもう一回並んでください」って言われたよ。うんうん 何なんやろうでもでさえこれちょっと待ってくださいどこに書いてないんですかあっちに書いてます次来てくださいみたいなでもう一回並んで来たら、うん、はいここ足りてないんです、はい、書き直してくださいここで丸してくれよって思うそうもういいやんここで刺してよちょんとかって思うけど<ー>でもそれにすっごい腹立ったことあるめっちゃあるもう一つぐらいここで丸刺して あでずっと座ってやで毎日毎日あと俺はな、うん、日本に戻ってくるときに日本に永住権があるからうん、うん、なんか審査をする外国人もうガチ外国人が並ぶレーンと永、うん、住外国人が並ぶレーンと日本人が並ぶレーンと分かれてんね,ね、うんうん。で 一番少ないのがが外国人が並ぶれん、ね、実は日本人とかよりも早く通れ私たちはここ外国人がバーって並んでてで日本の人も多いから日本人も結構ある程度並んでてでも日本の人は割とすんなりこう次々次々こう動くんやけども外国人がそう一番だでも私たち永住外国人は人が少ないからなんかこうサって行って、まあ、割と早く通れるっていうところでうん、うん、だからちょっとそれが優越感なのね。 優越,感優越感なわけよ変なとこで優越感ってんな俺はこうテ,クテ,クテクテク並んで、うん、あっち永住外国人の例やっぱ今日も空いてるなあっち行こうって思って行こうとしたら <laughs>、うん、もう俺の顔を見て多分永住外国人って中国とか韓国とかそっち系の人が多いんやと思うねんけどうん、うん、こういう顔の人はそんなに多くはないわけよ明るいもんねだからこうやって「あ人少ないとこに行こう」としてるだけね、うんうん みたいな違うよみたいなあっちみたいな言ってくんねん <laughs> でえ、X、あの違うよって言ってくるから「うん、あ違います違います」って「うんノーノーノー違います」じゃないこっちみたいな感じで言われて「いやいや永住外国人なんです」って言って在留カードは「うん、どうぞ」みたいなかったのなんかそ,うでそれをもう学んでからは、うん、ちょっと逆に俺はもう行く時にもう在留カードを持って、うんうんうん あっちっちて言われた時にあっって出してるようにしてるううて警察官みたいにそうこれ <laughs> みたいな感じで行くようにしてるちょっとなるほどねまあなんかそういういざこざはあるよまあでもロシアはねロシアはもう格別だよすごいよねあれはすごいほんまにもう並んでてもさ、うん、もうランチみたいになったらさ並んでるのにさ、うん、こう普通交代 うん、の人が来て変わるやん入れ替わったりすおっしゃるちゃうからなうん。そのまま行く、ね、もうみんな並んでるのに <laughs>、うん、<laughs> はいなんか,か閉めるボードね、うん、なんかこのランチみたいな札を持って<ー>もう次次みたいな時に <laughs> で食べ出すね <laughs> 目の前に置かれる感じか <laughs> ひどいよいやほんまにねちょっとみたいなあっちみたいなもう一回並ぶみたいな で怖いなんかな軍隊か警察か分からへんな、うん、女が歩いてなこうやって歩ただ歩くだけの女やねんけどなそれは何をするでもなく分からへんの保安か何か知らんけど、うん、それがこうにらみを利かせながらなこっちは並んで見てる変なものなんかついてないかつけてないか,ってことかそうそうそう,そうえこれあのー、このこれまさにこれよ「あ警察ハチとパルマ」の物語でさ そのシーンあったよな確かに確かそれはあの入管とかじゃなくてうん、うん、空港のおばさんに子ょっが助けを求める場面があって子供じゃない大人かなんかあの聞きに行くみたいなこうサービス案内うん、うん、すっごい太いばあさんが、うん、あのばあさん大好きやねんけどザロシアな感じがすザーロシアなばあさんが電話しながらご飯食べてて「うん、でごめんこれってどうなんですか?」って,って「ランチ」。 <laughs> ええここだけここだけ教えてくださいランチバンみたいな,なんかそういうシーンがあってそうやったなってソ連時代はそうやったなっも,もっとひどかったんやろうなソ連時代は今よくなってる方ですよ <laughs> でもこの映画見て俺いろいろ思い出したあの,いやこの映画日本に来る時にさ当時はまだねロシアって、うん、あの飛行機がねロシソ連製の。 飛行機をずっっと使ってたんだよ、うん、最近はあのエアバスとかボーイングとか導入してんねんけどロシアのアイロフロートとか自分やったら S7 航空とかいろんな民営<あ>化されて、うん、そういろんな今航空会社がロシアの中でもあって、うん、でソ連製のものっていうのはだんだんなくなって、まあ、ロシア製のツポレフ204とか,なんか新しいやつとかは使ってるんやけども、まあ、この映画では「イリューシン」i l の18がすごいよく出てくる映画やったねんだけど、うん、あれを見て。 あの古いロシアの飛行機あんなんで来たなーってすごい思った俺が来たのはなツポレフのな154ってやつで来たねやばもう全然わかんない何を言ってんのかえー、もう俺飛行機大好きやから154って何やねんって当時は初めて俺5歳かな6歳かなぐらいの時に日本に来るんやけども、うん、まあそれがさ初めて乗る飛行機やったから俺はすごいなと思ってたけども何年かしてからはあの飛行機には乗りたくないなと思うんやけどもうまず黒煙を吐くんですよ うわうわうわなんかいや上昇するときにもうなんかロシアのあの飛行機昔の飛行機って黒煙を吐くんで、うん、それは間違ってないの、ね、にそれでいいねん別に怖今そんなん出たらもうマジで,で全然上昇せえへんで、ね、も,うもういや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 ,いやもう分かんねえ飛行機がいやいや何 <laughs> 言ってんのか分かんねえ <laughs> この前さ <laughs> 乗った時にそんな感じだったのまさにこうなんていうのなんかあ飛んでるかなだけど すげえこうなんか無理やりいってる感じがして <laughs> 私ねもう放心状態それはもうでもツポレフはもうそれが基本やったねずっといやいやもうそうでしかもなエアコンが効かへん地上では最悪上空では上は寒いからその上空の外気かなんか知らんけど、うん、それによってエアコンが効くんやけど地上では効かへん,効かへんし、うん、でしかもめっちゃ待たされんねん空港で飛ぶ飛ばへんでさなんか もう絶対時間通りには飛ばないわけよ絶対1時間2時間はどの飛行機も遅れるわけで、うん、みんなその間ロシア人やであのイライラしがちなロシア人たちを閉じ込めてエアコンも効かへん中でもうロシア人たちはい <laughs> 必死に風をか必死にやってでこれをやることによってまたここで発生した熱によってみんな汗かいてもうすごい匂いが叩だ込みながらもう。 やるっていうなんかそのでやっと飛ぶってなって飛び始めて、うん、やっとみんなが落ち着くっていう<ー>だからロシアの飛行機ってもうそういう感じやってもう大変な感じやから最後着陸する時もみんな拍手もう嫌や,やそれ当たり前のことを拍手してるんかちゃんと拍手するねん全部まあそれは文化やけどねあとなロシアの飛行機で 特徴的なのは、うん、戦争になったら軍用機の貨物用にすぐ転用できるようになってて座席が日本の飛行機やったらこうリクライニングできるやんか、うん、でロシアの飛行機はあの、ま、今のはちゃうと思うんだけどたまにこうななる。いや、よくおじさんとかが「フォー!」って間違って <laughs> サンドイッチになってる。<laughs> <laughs> いやだからな <laughs> <う>この「ハチとパルマの物語」ではめっちゃそういう飛行機の昔のなんかロシアの飛行機事情みたいなのもすごい見れて俺そこせ結構好きなんか最高やんもうなんか、うん、いろんなストーリーが入ってるしワンちゃんも可愛いし、うん、飛行機もマニアも。 わかりやすくし最近のロシアはまたね大幅に変わったけどもなんかちょっと昔のねソ連の話よくアレちゃんのママとかの話聞いてあれも人気企画やんかアスマが出てくるやつパルマちゃうでアスマやでそうねママ出てくるそうアスマさん出てくるやつあれで話してる時のことをちょっとでもイメージしやすいためにああ見てうん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 以上です以上なの ええ、こうやって八ヶ丸の宣伝もちょっとしとくことによって <laughs> いい今後も仕事くるんちゃうかななんでやねん <laughs> それを狙ってんじゃねえよ仕事重要やからなちゃんとワンコも可愛いいよよって言いなよいやいやワンコもかわいいですよ、えー、ぜひじゃあ見てくださいね、うん、家族でも楽しめるような作品となっておりますね <laughs> 棒読み、うん あ棒読みじゃないよ棒読み虫飛んだし今ここそう今頭に止まったよね <laughs> 頭臭いかな私 <laughs> 知らんけど <laughs> ということで本日はここまでになります、はい、また長いことイライラうだうだ聞いていただいてありがとうございましたありがとうございましたはい。この風呂敷ラジオでは皆様のイライラお悩み相談を募集しております概要欄の方に応募フォームを設置しておりますのでそちらよりご投稿ご応募ください 皆様の投稿お待ちしておりますということで本日もありがとうございました以上ピロシキーズのプロシキラジオでしたぱぱぱぱぱやめろ <laughs> <laughs> またねえだよ下ネタが少ないとか言われるかな、うん、下ネタ禁止やで今日そんなことないうぇあかんまあかんピーや今の